大公の大統領もですね、気が弱そうに、あの、映像で。そうなっなんですよ。あの大統領の大公、あれ、秘密警察の上官ですから、もともと。そうなんですか。はい。え、ちょっと待ってください。あれ、裏の人ですから。ちょっと待ってください。あの何、大統領は秘密警察のそうです。秘密警察の上官です、あの人もと。そうユシアンコ大統領の時に。はあ。それで、それまで、あの、KGB の流れを引く、あの、ソ連からの、あの、秘密警察だったのを、新しい秘密警察にするっていうことで、 アメリカの CIA や、あの、フランス、ごめんなさい、イギリスの SIS、あの、007にいる、はいはい。あの、秘密情報部、いわゆる MI6 ですね。あそこなんかと接触して、秘密警察作り直した人ですから、裏の人で、本来表に出てくる人じゃないんです。あ、そうなんですかそれだから大統領代行だけでも選挙に出ないんですよ。裏の人間だから。それでなんかさ、とんでもないあの、いわゆるネオナチですかはい。ああいうような、あの、 連中がいるというような、そういうのを容認してるっていうのは、そんな意があるんですかもちろんです。このネオナチなんていうのは、例えば今月出ている岩波書店の世界で、西谷公明さんっていう、あの、昔ウクライナの日本大使館にいて、その後トヨタのロシアの社長をやってた、すごく情勢詳しい人いるんですよ。初動の段階で、鉄砲で撃ってデモ隊を殺してたのは、新政権側だと、はっきり書いてますから。我々は、 ね。もう遠いニュースとして、要するにそのウクライナのその新政権が善、ね。そしてロシアが、やっぱりね、非常に高圧的で悪と、単純に捉えてましたけど、全然違う。両方、両方とも悪です。それ私は、どっちかって言って天秤にかけると、うん、よりウクライナの方が悪質なのは高いと。だから、ウクライナの今の政権が狙ってるのは、挑発をしてですね、要するにあそこにいる自国民をテロリストって言ってるわけですから、 だから皆殺しにして構わないって言ってるわけですよね。それでロシアがそこに軍事介入をしてくると。そうすれば、我々は侵略されてるんだっていうことを言って、国際社会の同情と支持が集まって、今あの国財政破綻直前なんですね。借金も全部チャラにしてくれるだろうと。こんなこと考えてると私も見てます。 要するにあの大統領代行は、要するにその腹に一物どころか、いろんな策を巡らして。裏表のある人っていうことじゃなくて、裏と裏しかない人ですね。ねうん、<laughs> それでえ、要するにその仕掛けを全部こう配置して、はいはい、ロシアがそれにこう乗ってくるっていうか、うあの引っかかってくるのを待ってると。そういうことです。<ぁ>ですから、ロシア悪いんですよ。<ぁ>これロシア秘密工作品でこうしう人やったら間違いないですから。ええええ、ただ、それと同じぐらい悪いんで、とにかく以前から言ってるように、毒物虫と、 なんか、あの、ハブが喧嘩をしてると。こ <laughs> ういうことですから、我々はどっちかを支援する必要は全くないと。